く中で電車対策について聞かれることがね結構多くなりました。で、電車対策をこれからしていこうと思うんですけれども、どれを選んだらいいですかとか、やっぱりいろいろ電車対策のものがあるので、何から入っていったらいいかっていうのがわからないっていうのがねやっぱあると思うんですよね。エンバランスのボトルがあるんですけど、気に入ってるんですけど、まあこの電車対策についてはいろいろまあやり方はあるんですけれども、まず自分自身の身を守るっていうことと、それから環境を整える、環境を電車対策しっかりするっていうところが一つポイントじゃないかなって思うんですよね。で、この前お電話いただいたお客様は電池が過敏症で、CMC を使っていただいているということなんですけれども、 CMC のロットっていうのがあるんですね。で、そのロットが 2.5g の CMC がありまして、それを日本かな、それと CMC500 とか、まあいろいろ合わせると合計すると CMC が 6g ですから、スタビライザーが 5g っていうのがありますので、それよりちょっと強化されたぐらいですけれども、それをまあ身につけて、まあ、旦那さんと一緒に行って2人が身につけていたと、合計 6g の CMC ですね。だけれどもその方は電気屋さん、まあ電気屋さん行ったらですね、ぐたっとしちゃったというところで、まあ、それでも難しかったみたいなんですね。でもそれで十分いける方もいるし、まあ、いろいろ聞いてるとですね、やっぱり、人によってその電車に対しての耐性っていうのが違うんじゃないかなって思うんですよ。で、過敏症の方はやはり、ちょっとの電車でも体のダメージを受けている、まあ、だからといって全然大丈夫っていう人が何もノーダメージかっていうと、決してそういうことはないと思うんですね。やはりじわじわと体に影響はしているはずなんですよね。やっぱり人間っていうのは生体電流が動いてますから、生体電流が元でこう電気体ですから、それが少なからず乱されるっていうのはあると思うんです。そう考えていくと、やはり誰もが電車対策をこれからしていくべきだと思いますし、まあ、その携帯スマホもですね、僕も最近その iPhone を新しいのに変えたんですけれども、それがもう 5G の対応のやつになってるんですよね。でしまったなと思ったんですけれども、だから 5G のところでは 5G が作動するというようなことになってくると思うんですけど、ですからより一層電車対策をしていかなきゃいけないなっていうところなんですよね。で、自分の身を守る上ではまあいろいろ出てますけれども、丸山先生の、まあ、ネックレスいろいろ出てるやつでもいいと思いますし、まあ、CMC のペンダントとか、ロット、あるいはもうスタビライザーをね、持つという場合もあると思いますし、まあいろいろ複数というか複合的にしていけばいいのかなと思うんですね。で、まあ、僕自身もいろいろしていますし、電池屋に対しても、スマホですね、スマホに対しても今いくつもしているんですよね。 5G マックスミニの 5G とか、それからディオディアも電池対策になりますので、ディオディアの、シールミニシールを貼って入れたりですね。あと特産の神田からシールっていうのもあるんですけども、それを使ったりとか、まあ複数入れてますね。で、あとは自分自身の部屋の対策、まあ特に寝室を対策していけばいいんですけれども、コンセントが近くにあれば、そのコンセントに対してブラックアイっていうのをね、2個から8個ぐらい貼っていただくといいですし、あとスマホを、まあ、できたら頭、枕元には置かない方がいいということでしょうね。もしくは離してやるか、電源を切っとくか。で、スマホの、まあ僕も使っているんですけれども、目覚ましを使っている方はね、やっぱどうしても近くに置くっていうのがあると思うんですよ。
で、その場合はもうしっかりと電磁波対策をしたスマホにしとくっていうことですよね。であれば、あまり近すぎるのはねあれかもしれないんですけれども、ある程度、まあ、何メートルか離しておけばですね、まだそんな影響はないというふうに思いますので、まあ、そのあたりをね対策していく。で、特に寝室っていうのは寝る場所っていうのは大事ですから、そこを電磁波の対策をしておくっていうことですよね。まあそういうことで、CMC のペンダントとかが今よくやっぱ出てますね。そういったものを身につける、まあ、それだけやっぱり意識が高まってきてるのかなと思うんですけれども、そういったものをしていただいて、これからもう必須ではないかなと。電磁波対策っていうのは誰もが本当はしていった方がいいし、まあ、この車の中も、僕もこの Bluetooth の音楽を聞いたりするときもありますので、 Bluetooth のその高周波の対策っていう意味で、このハンドルが今ありますけども、ここのところに、まあ、薄めに 5G っていうのを貼ったり、あとブラックアイをこのハンドルのところに2個貼ってですね、前もなんか動画で車の対策をお伝えしたことあるんですけれども、あとエンジンのこのスタートボタンがあるんですけど、そこにブラックアイを2つ貼ったりとか、まあ、そういう対策を車にもしてますね。で、ハイブリッドの車だと、まあ、余計にした方がいいと思いますし、お客様の中でハイブリッドの車に乗ったら何か急に頭痛だったかな、ちょっと体調がおかしくなったっていうようなメッセージをいただきまして、やはり、ハイブリッドだとよりね、電磁波が強くなってるのかなというところですよね。ですからそれに対しての対策っていうのも必要だというふうにね思います。まあそういうことで、これからは電磁波対策っていうのをですね、しっかりしていく方がやっぱいいと思います。僕自身もそんなに正直電磁波で体調が悪くなったっていう経験はまあないんですけれども、まあただそれも対策してるからだというのも言えると思うんですね。で、しといて損はないですから、まあすることによってそれがプラスには働きますので、できたらそういう対策をしっかりとしていくということが今後のね重要な鍵になってくると思います。ということで今回はね以上になります。ありがとうございます。